今週も始まりました、しのぶとなるみの独立アメリカンライフ。はい、一応スプーキーシーズン終わってしまったんですが、あ、そうか、これオンエアするのは11月1日か、はい、日本でも今日は、この収録している今日の今日はハロウィンなんですね。そうなんです、31日なんですよね、うんうん、だから、まあ、前半だけ少しスプーキーで、うん、後半はちょっと違う内容で了解なと思います、うん、はい、はい、つぶやきがスプーキーってことですよね要は覚えてますか、最初のスプーキーストーリー。最初のスプーキーストーリーは、最初のスプーキーストーリーどういうことですか？ポッドキャストで喋った、はい、一番最初のハロウィンの回のスプーキーストーリー。覚えてます、覚えてます、覚えてます。携帯の金額が上がるスプーキーストーリー。なんか3セントぐらいなんか上がるスプーキーさ。スプーキーさ、はいはい。私は自分の物忘れがスプーキー。本当に適当ですか、ね、適当だった、あの時は、はいはい、うん、まあ、今でも変わってないけどね。確かに、うん、決して根本は変わってない、うんうん、それからもう3年目ですよそして適当さは全然変わらないあれから3年経ちましたから、はい、はい、いろいろなバッシングを受けてのかかわらず、はい、適当さは変わらない。もうパーソナリティトレードですからね。もういいんです、いいんです、これ表彰ですから、表彰ですか、うん、特許、あ、特許取ってるんだ、うん、自分たちの適当さに大雑把がね、はい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 、ありがとうございます、はい、私2つあるんですけど、1つは、はい、オンラインサロンで、うん、怖いもの、怖い話の回を持ったんですけど、うん、まあ、いろんな方から参加してくれた方から、うん、怖い話を聞いて、うん、皆さん意外霊感がある方が多くて、うんうん、で多分参加したのが8人9人の中で、うん、3人ぐらいは実際にこう感じるとか、うん、見える方は少なかったですけど、すごいね、はい、だから、うん、あ、意外にコモンなんだなと思って、私の周りってあんまり見える状態すごく少ない、まあ、上間さんぐらいですよね、うん、上間さんぐらいだね上間さん、有名な上間さん、有名な上間さんぐらいしか、うん、見える方って存在しないんですけど、うん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 、でもやっぱりこんなにいるんだと、本当だね、うん、身近にね、はい、30% が見えるってことなん で、うん、でそんな話をした後、うんうん、そう、みんなで一生懸命こういうことが見えるんですよねとか、うん、こういうこと経験をしましたって話した後に、うん、いきなり、うん、まだまだメンバーさん の、うん、じゃあもう終わりましょうねって言った時に、うん、ボーンって物が落ちて棚からそれも見える方なんですよ、その人が、うん、その人は感じる方で、うん、でなんかこうその話す前に、うん、全部始まる前にこういうの話すとなんか寄ってくるんですよねみたいな話をしてた時の、うん、一番最後に、うん、何もしないですよ、彼女ただ座ってるんですよ、うん、席に、うん、なのにいきなり物がバーンって倒れ落ちて、ポルターガイストっていうの、そういうので分かんないですよ、なんで落ちたのかも自信もなかったですよ、ただ、うん、ただみんな座ってみんなで終わりましょうなった時にポンと落ちて、いやだからさ、怖い話してると来るって言うじゃん、うん、だから来ちゃったんじゃないの、だからこの彼女が一番見える人だったんですよ、話してても一番感じる人というか、おお、来ちゃったんだ、来ちゃったんだ、きっと来たよって伝えたのか、うん、うおだから初めて、あ、こんなこともあるんだなとは思いました。おお、それが一番スプーキー、今まで私が見てきた中で、確かに、うん、なぜ落ちるだよね、うん、そこで、うんうん、で彼女が言うにはなんかこう見える人と一緒にいると見えるんだそうです。へえ、なんかそういうのもあるらしくて、共感力、なんかパワーが倍増するのかな、なんか一緒にいると、そうですね、なんか共感力って彼女言ってましたけど、うん、なんかこう感じられるらしいんです、で見えてる、見える人が見える世界が自分にも見える時があるというか、へで彼女は言ってましたけど、だからあそこにいるの分かるって言ったら分かるらしいんですよ、やっぱ隣にいると、でそういうのとかはあるらしいみたいですけどね、うん、なんか見えた方がギフテッドなのか、うん、見えない方がギフテッドなのか、うん、どっちかよく分かんないね、はい、本当にその通りだなと思って、うん、それを思った時に小島さんの篠さんに動画見せましたけど、見える人がめっちゃ面白かったそうそうそう、あれ本当に皆さんに見てほしいですけど、めっちゃ面白かった、小島さんが幽霊が見える人を呼んでYouTube でね話してもらってるんですけど、うん、アンジャッシュの小島さんだよね、アンジャッシュの小島さんが、うん、その回もめちゃくちゃ面白いので、うんうん、実際に、ね、彼が話してるの聞いた方が面白いんですけど、そう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 、でもその来てたかこの霊媒師の方によると、うん、見え方は人によって違うらしいから、でもなんでだよねいや本当に見てください、あの回は、うんうん、めちゃくちゃ面白いんだね、うん、でそれが一つ目、はい、でもう一つがまあ、スプーキーな気持ちを味わいたいんでしょうね、ジェイコブが、うんうんうん、ジェイコブって今日ホリデーがすごく好き、そうね、はい、なので、うん、シノさんのこの家ハロウィンデコレーションしてるのもすごく好きですし、うんうん、で私にやっぱアメリカンなんだろうね、そうなんでしょうね、確かに、だからジェイコブのお母さんも
やってたんだよ、うん、私の前のあの義理の母みたいにやっぱりこう毎回ホリデーは、はいはい、もうホリデーになったその瞬間からジェイコブに出てくるあのコップミルクのコップはもうスプーキーとか、はい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 、うん、かわいいっすね。でもそれってね、かわいいけどね、かわいいけどたまにうざいけどねずっとやりすぎるとね、あのそれを強いられるとね、はい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 、うん、確かに、うん、まあ、それでもジェイコブ好きなんですよ。だから昨日一日は、うん、あの本当に音楽は全てスプーキー、うん、マイケル・ジャクソンのスリラーとかね。あ、そう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 、うん、であとはあのゴーストバスターの曲とか、ゴーストバスターズとかをなんかずっとあの、うん、車の中で聞かされて、うんうんうん、いいんじゃない？こう上がってスピリットが、はい、スピリットが上がって、うん、で映画もなんかこうスプーキーなやつを見ようと、うんうん、私怖い話本当ダメなんで、うん、あの選んだのがナイトメアビフォークリスマス、うんうん、であれで初めて見たんですよ、ナイトビフォークリスマス。見たことありますか？ディズニーの？ディズニーの、ディズニーの。うん、あの私見たことないんです、あれだけは。あ、そうなんですか、うん、ジャックが出てくる。うん、あの知ってるよ、キャラクターは。はいはいはい。でも、ストーリーは全部見たことないんです、実は。あ、うん、珍しいですね、ディズニー、うん、ディズニーファンなの。はい、オタクではないか。うん、まあ、オタクに入るぐらい。うんうん、好きじゃないですか、うん。あれは見たことないんですね。なんでだろうね、なんか見ようと思わなかったんだよね。なんでだろう、わかんないけど。ちなみに私も見てなくて、うん、で、あのジェイクが見ようって言って見たんですけど、うん、意外にあのすごいあのストーリーラインでした。うん、別にこうクリスマスをジャックがこうあのハロウィンがもうなんかもう めんどくさい、飽きたと、うん、もう何十年もハロウィンやってきて、うん、もう違う世界はないのかっていうので、まあ、クリスマスに行くんですけど、うん、クリスマスっていうのを経験して、あ、僕もクリスマスがやりたいと、うん、でそれで決めジャックが決めたのがまずサンタクロースをキッドナップすることを、うん、だからそこまでみたいな感じなんですよ、うん、キッドナップさせて、うん、で、あのスプーキータウンですから、うん、この捕まったサンタクロースは変なあのブーギーメンっていうやつに、うん、あの捕まって、このブーギーメンは、うん、ギャンブルが大好きで、うん、で、あのサンタクロースを燃やそうとしたりとか、うん、なんかちょっとひどくないみたいな、うんうん、なんかあのディズニーにしてはかなりあの暗い、うんうん、あのストーリーラインでした。だったからなのかな、なんかそういうのを見たのかな、うん、レビューとかわかんないけど多分そうかもしれないですね、うん、なんか見る気がしなかったの、うん、なんかうイエーイって感じではなかったですね、うんうん、スプーキーだろうなんかこれ子供より作ってるけどこれ怖い話にしたら怖いだろうなみたいなストーリーラインでしたね、うんうんうん、それを昨日見てあのスピリットを上げていきました。ジェイコブは見たことあったの？はい、あったって言ってました。ナイトメアビフォークリスマス、はいはい、でもクリスマスなのかハロウィンなのかちょっとよく分かんなかったです、ね、まあでもあれ多分ハロウィンに出てきたんだろうね、はい、きっと、うんでもクリスマスもセレブレートしてるんで、うん、ああちょっとなんかミックスフィーリングを味わいましたっていう、うんうん、うちの子供たちはあれは好きだったけどね、アダムスファミリーダダダダン、はいはいはい、ダダダダン、ね、ダダダンってやつ、あとビートルジュース知らないです、ね、知らないあの、うん、結構オールディーズだけど、うんうん、でも今でもみんなこう お父さんお母さんと見るんじゃないかな、アメリカの子たち、はい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 、ビートルジュースっていう、うんはあ、マイケル・キートンっていう男優さんがやってるんだけど、はいはい、あのそれはなんかこう多分 80s だよねあれ、はいはい、でもうちの子たち3人とも全員ハマったっていう、面白くて映像とかすげえなんかこう古いですか、あのチャッチーというか、まあ昔の時代だからやっぱほら技術とかがそうチャッチーじゃん、はいはい、うん、でもストーリーが面白くて、うん、よく見てた、うん、今度見てみます、はい、ハロウィンシーズンが来たら何来年今見たらどう来年終わっちゃうんで1年後それリマインド渡しないといけないね1年後にまた毎回これを何話したっけ去年っていうのを聞きながらねその時に分かるね、ああそうか篠さんこの後言ってたなと思って見るようにしますよ、うん、了解了解、うん、なので、はい、それ以外私は怖い話は見たくないんで、うん、はい、なので それがまあつべきでした。はい、なるみちゃんが言う怖い話ってホラー映画が見たくないんだよね。もうなんか全体的にダメですね。サスペンスとかダメなの？あシリアルキラーとか、あーそれもなんかあのそれシリアルキラーって言ってもあの、うん、あれよあの13日の金曜日とかジェイソンとか、うん、ああいうのはホラー映画だからね。はいはいはい、はい、うん、私何がサスペンスに入るのかちょっとよくわからないですけど、うん、あんまり見てこなかったと思います。ぜひ見ていただきたいね、はい、すっごい面白い、見ます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で私もじゃあそれあの同じ系なんですけど、はい、あの昨日か、うん、はい、あれ昨日金曜日、おとといだ、はい、もう分からなくなっちゃったもん昨日だかおとといだかもう、あのもう2021年も終わりました。そう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 、うん、あのオンラインサロンでハロウィン
ズームをやったじゃないですか。はい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 、あの時に、ね、はい、あの時に二人の方から、はい、ドン・ブリーズがすごく2018だったかな、はい、映画として出たのは、うん、の、 あのサスペンスの、 あの映画、はい、ホラーじゃないです、はい、サスペンスの映画が、うん、すっごい本当にその名前の通り、はい、もう、 こう息ができないぐらい、はい、こうすごいグリッピングでこう、うん、常にこうあーあーみたいになるみたいな、はいはい、私そういうの大好きだから、はいはい、そうですもんね、うん、でホラーは嫌いでもそういうのは好きなの、うん、はい、で見たのね、うん、昨日家族全員で、はい、もうね釘付けでした。あ、本当ですか。全員釘付けでした。へーもうショーンなんかそれ見た後、うん、あの犬一匹ベッド連れてっていいかっつって、うん、怖いから怖いから、そんなにパイパー連れてっていいよって言って、はい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 、そうでもね面白かったです、すごく、うん、あのストーリーラインは、はい、この3人の若者が、うんうん、まあ、自分たちの人生のこうやっぱあんまり良くなくて、うん、お金を稼ぎたくて一攫千金でお金を稼いで、はいはい、ちょっとまあ違う人生を歩もうみたいな目的のもと、はいはい、この X ミリタリーの人が住んでる家、はい、その彼、一人娘が、うん、あの車の事故で轢かれてあの亡くなってしまって、はいはい、でその轢いちゃった家族がすごくお金持ち で、うん、であのそれでこう訴訟で勝って、うん、ものすごいあの金額 の、はい、あの訴訟賠償金をもらったから、うん、あの彼の家にはめっちゃキャッシュがあるっていうのが分かって、はいはい、でもうジジイだし、うん、であの X ミリタリーでなんかそのイラクの戦争かなんかで失明しちゃって、うん、目が見えない、うん、でジジイ、うん、で一人暮らし、はい、もう簡単じゃんって言って3人が入る、うん、そしたらっていうところなんだけど、実はその彼がものすごい聴力の持ち主で、うん、目が見えない分ね、うん、耳がすごいいいのよね、はい、だからしかも元 X ミリタリーだから、うん、まだその感覚を失ってないわけよ、はいはい、めっちゃビルドアップなの、うん、ジジイなんだけど全然贅肉ないのもう超いい体してるジジイなんだけどね、ジジイなんだけど、でうわこれジジイただのジジイじゃなくないみたいな、うん、でもう音聞いただけでバンバンって打っちゃうわけよ、はいはい、的中して、うん、でそんなので要はあのバーグリーに入られて、うん、でそれをジジイが気づいて、うん、でその3人いる中の3人をそれぞれこう、まあ、殺していくようなストーリーなんだけど、うん、はいはい、実はそこにすごい秘密があって、でおその3人がやべえ気づかれたって言って逃げようとする中、うん、一人が死んじゃうの最初に、はいはい、あいいんですかそのこと言って、うん、それは大丈夫だもん、はい、あの本当ビギニングで死んじゃうから、わかりました、一人目はすぐ気づかれてジジイに、はい、すぐ殺されちゃう、うん、もうね分かったの、うん、この人多分すぐ死ぬよ先に、はいはいはい、でその後残された二人は、うん、呼吸さえしなければ、うん、気配消してれば分かんないじゃん、はいはい、おじちゃん見えないから、うん、そんで気づかれてないから逃げようって言って、うん、そのジジイの家から逃げようとするたした時に、うん、そのおじさんの、うん、あのその真実、そもそも最初にほら、うん、あの殺された人、はい、に自分の家にさ盗みに入ってきたわけじゃん、そうですね、悪いです、だからセルフディフェンスじゃん、うん、そうです、でも、うん、その死体を隠し始めたのよ、あららら、その親父が、うん、いやなんかあるでしょこれ、うん、確かに確かに、なんで隠すの、うん、いや警察来られたら困るんでしょ、あっていうところで、うん、すごい秘密があったわけよ、へ、それをディスカバーしちゃうんだけど、はいはい、もうねずーっと見てました、あ本当ですか、まばたきもできないぐらい、へぜひあの推理小説とかが好きな方だったら、うん、あの見てください、それはどん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 秘密を解き明かしていくんですか、まあ、どんどんっていうか最初のうちにバーンって分かって、あうん最初は分からなくて、うん、中盤でその秘密が分かって、はい、でそれからまた盛り上がっていくって感じ、うん、この設定がいいですね、うん、面白かった、入ってくるやつらが、うん、あの悪いやつってところが私はちょっと安心しました、うん、あうんうん、なんかね、うん、どっちも言えない、なんか、うんうん、それもあんま言えないんだけど、なんかそんなにすごいチャランポラな、うん、チャラ男じゃない、なんか、はいはいはい、その3人にもちょっとストーリーがあって、はいはいはい、うん、唯一先にその顔を染めちゃうやつだけはチャランポラチャラチャラなんだけど、だから最初から分かったの、こいつ絶対先死ぬよもうストーリーの、うん、あのこのキャプチャーされてるこの人物像が、はいはい、あもう辛すぎ辛すぎて辛すぎて絶対こいつは先に死ぬ、それってなんか
か分かっちゃいますよね、うん、あこいつとも生き残らんべ、ね、みたいな、うん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 、でもそれ以外は、うん、残された2人にはやっと理由があって、はいはい、うんでまあ、あんまりちょっとねつまんないからだけど、うんうん、すごく面白かったです。私あんまり主人公がいいやつで、うん、あ最後に死んじゃうと最後に死ぬとかダメなんですよ。あかわいそうだもんね、はい、うん、でも今回の場合は、うん、主人公自体があまり良くない、うんうんうん、まあ、インテンションで行って、うんうん、まあ、当然の報いを受けるわけじゃないですか。それの設定は好きですね、うんうんうん、なんかそれだったらなんか正義が勝つみたいな、正義かすいうか、うん、まあ、お前 you get what you deserve みたいな、そう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 、そりゃ殺されるよね、出た極論系出た what you get what you get、 そう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 、入らなければよ、最初から良かったのに、うん、入ったから、うん、それもトランスパッシングしてるから、うん、お前が悪くて銃を向けられるのは、ね、正直仕方ない、確かに、うん、私もそう思った、本当ですか、ムービーの中で、うん、いやいや来なきゃよかったじゃん、じゃあそう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 、でもほらホラー映画ってなんか、ああ新しい家買っちゃったってなんか言って買って、うん、あここになんかどこが住んでるみたいな、そうそう、そんなんだったらちょっとかわいそうだなと思っちゃうんですけど、うんうんうん、うんうん、でもなんか それはもう本当に本当に湯気はついてて、そう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 、うん、その通り、だから私的にはいいストーリーラインですね、うん、そう、でも推理系ってそんな、うん、確かにこうかわいそうなのもあるけど、うん、ああここでこの人は殺されちゃったのかみたいな、うんうん、でも私もね、子供が死ぬとか、ね、ペットが死ぬとかは耐えられない、うん、私、うんうん、だからそういうのは見れない、はいはい、うん、そう、でもだからそれで本当に推理系が好きだったら、うん、ぜひご家族と、うちの息子12歳だけど、はいはい、まあ見れました、うん、一応あれあレイテッド R ですよね、レイテッド多分ね、すごいバイオレンスだから多分そうじゃないかな、そうですよね、うん、ありがとうございました、はい、じゃあ見てみたいと思います、ぜひ、うん、なんか2000あとその Don't Breathe 2も今出てるみたいで、はいはいはい、最近出たんですもんね、それが最近なのかな、はい、多分わかんないんだけど、なんか2は、うん、なんかこう分かる、1がいいとちょっと2はなんか見ていいもんだか悪いもんだか、うん、まあちょっと考える、はい、2を見るかどうか、そうですね、はい、2はどういう風にもう問題を解き明かしちゃったらどういう風に転ぶかちょっと気になりますね、うん、そうね、うん、それはね1の終わりを言わなきゃいけないから言えないから言わない、あ、分かりました、じゃあ、はい、じゃあありがとうございました、はい、はい、Amazon よりお知らせです。この番組を楽しんでいただいているリスナーの方は、さまざまなポッドキャストが Amazon Music で楽しめると知っていましたか、うん、Amazon Music Unlimited に登録すれば、ポッドキャストほか7500万曲以上の音楽やミュージックビデオ、うん、ライブストリーミングなど、さまざまなエンターテインメントコンテンツが楽しめると。うん、好きな曲だけにスキップし放題で、うん、楽曲をダウンロードしてオフラインで再生すれば、携帯のデータの使用量も気にしなくていいし、うん、高音質ストリーミングが追加料金なしで楽しめると、はい、ちなみにしろさんは使ってみてどうですか、うん、そう使ってみたんだけど、うん、すごいなんていうの、もう夏メロオンパレードです私っていうのもアメリカで住んでると、うん、日本の曲の夏メロにアクセスがなかなか難しくて、そうですよね、アップルアカウントとか全部 IP アドレスのアメリカベースになっちゃうから、うん、どうしてもアクセスできなくて、うん、で聞きたいなと思った YouTube でしか聞けなかったんだけど、うん、どうしてもコマーシャルとか入っちゃうじゃん、そうですよね、でしかも YouTube 画像が入っちゃってるから、はいはい、こう車で聞こうと思うとデータが重すぎて、うん、あ、そうですね、移動中のデータでダウンロードできなかったりとか、ながらそうで、なんていうんですか、そういうのながらながら聞き、ながら聞きができないできない、うん、だからこうもうそこがなんかねこう、うん、壺にはまった感じで知らなかったけど欲しかったものに気づいたみたいな、そうなのそうなの、だからもう米米クラブからレベッカから、もう中森明菜から、うん、ドリカムプリプリ、はいはい、もうなんか一回こう自分が聴いてた曲のアーティストを選ぶのよね、はいはい、でそれたちの人たちだけが流れるのかと思ったら、うん、それの時代を多分 AI かなんかでパンチして、はい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 、それの時代がその例えば中森明菜が好きだったら、うん、これも好きなんじゃないチェッカーズとかみたいな出たみたいな、知ってるこれ聞いてたみたいなのがすっごい面白くて、うん、もう毎日の通勤からお風呂タイムから、はいはい、もうずっと聞いてます、はい、あ、本当ですか、そしてハミングしてます一緒に、一緒に、ね、はい、子供たちびっくりでしょうね、びっくり、なんだけどもう旦那もびっくり歌歌ってるのみたいな
すごい楽しいです。あ、もし今まで Amazon Music Unlimited 試したことがなければ、うん、今がチャンスです。通常30日間無料体験のところ、今ならホリデーキャンペーンで1月10日まで期間限定で3ヶ月無料で音楽を楽しめます。あ、すごいね。すごいですね。 amazon.co.jp/american amazon.co.jp/american American は AMERICAN AMERICANN で3ヶ月無料キャンペーンに参加できますので、ぜひキャンペーンの規約を確認して登録してみてください。今日のトピックに移りたいと思います、はい、今日のトピックはですね、はい、あの私たちのおすすめということで、うん、まあ2021年もね、はい、まあ、まだまだあと2ヶ月あるけど終盤に来ましたからね。そう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 、うん、これでなんかこう見てきたエンターテインメントのもの、はいはい、で、うん、おすすめなもの、おすすめなもの、はい、まあ、あの前にもやったみたいに、うん、ネットフリックスのおすすめ、あのポッドキャストのおすすめとかいろいろありますんで、うんうん、ジャンルはいろいろ、はい、まあ、2021年までに、はい、が終わるまでに見ていただきたいなと、うん、このものを紹介していきたいと思います。そうですね、うん、はい、できますか、しのさんから。あ、私から行く、はい、あ、了解。あのね、私はですね、ジャンルをちょっとね、はいはい、こう分けました。ありがとうございます。スポコン系、恋愛系、うんうん、で、映画、はいはい、かな、うん、映画っていうか、まあ、映画、うん、で、スポコン系からまず行くんですけど、私はスポーツ大好きなんですよね。そうですよね。スポーツ系の、まあ、そのスラムダンクから始まり、うん、そのスポコン系が本当に好きで、うんうん、映画もこうこう頑張ってこうなんかこう分かる、あのヘナチョコチームがお金がない状態で、はい、あ、分かります、こうくっついて、でもなんかすっごいお金のある私立校の、うん、なんかもうこう鼻かかれてるようなチームを倒すとか、はいはいはい、もうそういうの大好きなんですよ。そうですよね、うん、で根性を入れて練習してこう 勝ち勝ち取ったゴールドメダルとか、うん、もうそういうの見るの本当気持ちよくて、うん、スラムダンクセオリーですからね、うん、大好きなんです本当に。だから結構見るんですけど、その中で、はい、あのネットフリックスのこれドキュメンタリーなんだけど、はいはい、あのちょっと前に話したと思うんですけど、うん、あのチアっていうのがあって、はいはい、ドキュメンタリーの、うん、16話ぐらいあるのかな、うん、18話ぐらいで、テキサス の, あのすごく田舎町にある、はい、あの名前で忘れしました、コミュニティカレッジなんですよ、はい、要は2年生の短大みたいな、うんうん、でコミュニティカレッジのチアの中では全米1位を、うん、はいはい、もう歴連れあの、ね、毎年取ってるみたいな、うん、ところのドキュメンタリーなんですね、うん、でどういうふうにこう全米1位をキープしてるのかみたいな、はいはいはい、でそのドキュメンタリーの中に出てくる主人公が、うん、みんなやっぱいろいろ背景があって、はいはい、あの男の子やっぱゲイが多いじゃない、うん、チアの男の子ってこう、こういうね、うん、であのだからすごくいじめられてきた、うん、で家族にも気持ち悪いって言われて、うん、で来た男の子が、うん、ものすごいなんていうのかな、そうタレントってなのよ、はいはい、とっても、うん、で男の子の中ではもう花形なんだけど、うん、彼やっぱ性格のそのなんていうのかな、認められたい願望がものすごい強すぎて、はいはいはい、だからもう自分が一番、自分ができないんだったらお前が悪いみたいな、だから自分がこう男の子だからね、はいはい、女の子を持ち上げる時もあるのよね、うん、そのルーティンの中で、うん、でその女の子が彼が強すぎて、はい、すごいこう持ち上げすぎちゃうの、投げすぎちゃうの、はい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 、で彼女がちょっとこう怖くなっちゃって、うん、こうその2人の波長が合わないのね、はいはい、で彼的にはエンターテインメントなんだから、うん、こうそれぐらいやって当たり前だみたいな、うん、でも彼女的にはそれはちょっと私にはちょっとできなすぎるみたいなところがあるんだけど、うん、それもやっぱ性格的にやっぱりこう、はい、なんていうの、そのコーチが素晴らしいのよ、はいはいはい、そのチームをまとめるコーチが、うん、だコーチがその彼に対してのアプローチの仕方とかもこうみんな変えるのね、彼女はアプローチの仕方を、その彼にはこうした方がいいとか、その彼女にはこうするべきとか、それが私の親の立場から見て神だなって思うの、その 彼とか彼女とかのその素質を引き出すのにどうアプローチをするべきかっていうのが見てて、私本当この人何なんだろうこの人みたいな、でみんながやっぱまとまっていくんだよね、すっごくその彼のリーダーシップの元に、彼女のリーダーシップのもとに、で結局みんながみんな認められていて、それぞれの個性が認められたまま頑張って団結できて、うん、でなんだろう
こうコーチのためにチームのためにそして自分たちのためにみたいな、もう最高な何なのこの最高さはみたいな、もう一つも乱れないみたいな。珍しいですね、アメリカでそのチームワークの、うん、そうなのよ。だからみんなこの、うん、いろんなバックグラウンドもありの、うん、まあ、それこそ貧困もあるしいじめもあるし、うん、LGBTQ もあるし、うん、そんな中で一人あのギャビー・バトラーっていうチア界ではもうなんかもう神って言われてる、うん、要はなんかもうジャスティン・ビーバーみたいな感じ、はい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 、でちっちゃい時から YouTube 始めてそれで有名になって、はいはい、でおとんとおかんがもう芸能人のように彼女を売るんだけど、はいはいはい、娘のことをね、うん、私唯一そこだけは嫌だったの、なんか見てて、うん、このおとんちょっと良くないなって思うとこがあったんだけど、うん、あまりにもこう商業商業しすぎてて、はい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 、でもその彼女のちょっとこうストラゴーとかもあって、うん、そのソーシャルメディアですごくやっぱりこう人気があるけど、うん、自分はアムオンリーギャビーみたいなのがあったりとかね、でもやっぱみんなからこう尊敬の目があるからそれを保たなきゃいけないとか、うん、なんかいろんなのが出てくるわけよ、はいはいはい、であのすっごく良かったので、これはもうぜひね、チアリーダーには一切興味なくても、はいはい、でスポーツに一切興味なくても、うん、人間模様が面白い、すっごく面白いから。ドキュメンタリーって言ったんですけど、それはシーズンがあるんですか？うん、ワンシーズンだけ。ワンシーズンだけ、うん、なのでワンシーズン、そのファイナル の、うん、あのデイトナでやるチアリーダーの最終的な大会で勝つまでのストーリー、はいはい、うん、まあ、勝つというか参戦するまでのストーリー、はいはい、がエピソードとして何個かあるって感じですか？十、うん、何個あったかな。多いですね、意外にね、うんうん、でも本当面白かったです。へえ、うん。それがおすすめです。ありがとうございます、はい、うん、次いきます。それも私がいきます。どうぞ。じゃあ、なるみちゃんで、最近ネットフリックスでちょっと感動したって言ったらおかしいんですけど、うん、アニメなんですけど、うんうん、あのブルーピリオドっていう、うん、てか私アニメ、ね、見すぎてもうフィードがアニメっていうカテゴリーしてないのに、ね、全部アニメなんですよ。アニメになるよねだから他のも見たいなって思うんだけれども、うん、出てこない ね、 もうね、結局アニメしか出てこないんですけど、うんうんうん、その見たのの一つがブルーピリオドっていう、うん、あの、まあ、本当に今期出たばっかりのアニメなんですけど、うんうん、が面白くて、うん、でも私結構あのアート系が好きで、うん、まあ、父も本当はアートスクールに行く予定だったのを、うん、まあ、お父さんに反対、私のおじいちゃんですね、反対されて行けなかったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから本当は父はペインティングをしたかったんですよ、ね、もうだからあんな上手なんだ。もともと持った、うん、お父さんの素質だったんだ。あれは、あ、まあ、父が本当に素質があって、まあ、この式家っていう家族自体が、うん、あの結構アートのアーティーなんだ。アーティーなんですよ。うん、でそれで私もうその父の影響を受けて、うん、昔からペインティングとかも好きだったし、うんうん、教えてもらってきたんですけど、うん、でそんなこの主人公ブルーピリオの主人公は、うん、あのもうストーリーラインもペインティングに関するもので、うんうんうん、でこの高校生の彼が、うん、あのまあ、大学に行くのに進路で迷ってるんですけど、うん、その彼があのアートと出会って、うん、で彼で何でも頭がいいし、うん、何でもできる子なんですけど、うん、スポーツもできるし頭がいいし、うん、でもそれは結局努力のもとやってるんですけど、うん、努力を一切見せない、うん、それだからいつもなんか常になんかつまらなそうみたいな、だけど結構できるやつみたいな感じだったんですけど、うん、初めてアートをやってみて、うん、でそれで認められた、うん、なんかこういい絵だねって言われて、うん、それでこう嬉しくなって。それ誰に言われたの？普通の人に言われたの？普通の人というか、なんかこの学校のあの課題、うん、なんかアート取らないといけないじゃないですか、うんうん、そこの課題で描いた絵が初めて人に褒められるんですよ、うん、であの初めてこの自分自身の中身を褒められたと思って嬉しくなるんですよ、ね、うん、で、あ、自分もしかしてアートやりたいかもしれないって言って、うん、でもうちにお金がないから、うん、まあ、芸大 の、うん、あの国立の芸大じゃないと入れないっていう彼のストーリーラインなんですよね、うん、彼がどん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 ペインティングを上手くなっていくっていうストーリーラインなんですけど、うんうん、それがすごくあのこうアートペインティングについて学べるんですよ。うーん、このミュージアムに、うん、アートミュージアムに行ったらどういう風にアートを見るべきなのかとか、へー、どういう風に感じればいいのかとか。あ、全然わかんない、そういうの。そうじゃないですか、うん、でも彼なんかふーん、そうそう、意味わかんないじゃないですか、へーアート見ても。しかもね、うん、ちょっとあのこの前ね、はいはい、あのデンバーでアートミュージアム行った時に、はいはい、子供たちとね、うん、行ったわけよ、はいはい、有名だって言うから、うん、で見てて一個すごい有名なのがあったの、はいはい、でパッと見た感じ、これ素人の目線よ、うん、パッと見た感じね、うん、私の一言言ったんだけど、うん、で子供たちが手を洗ったんだけど、うん、I can do that できそうですもんね、見た感じ、うん、なんか七色にほわーって描いたような、はいはい、なんかこうなんつうの、
あのほわっとした、うん、ちょっとちっちゃい家があって、うん、3軒ぐらい、はいはい、あとはなんかこう夕焼けの波をこうなんか描いた感じ、うん、なんか I can do that 本当ね、うん、分かんないね、はい、価値が分かんないね、分かんないじゃないですか、うん、で見方が分かんない。主人公もピカソあんま好きじゃないですよ、うん、でピカソの意味が分からないって言うんですけど、うん、でも彼にのセンスに合ったアートはあるから、うんうんうん、別になんか高級説明の仕方が面白くて、うん、なんか高級寿司を食べさせて寿司が嫌いな人に食べて、うん、これ高級なんだよって言われても分かんないよね、分かんないじゃないですか、うんうん、でも自分が価値があるって思ったものに価値があれば、うん、それはそれでよくて、うん、っていう感じの見方でアートを見ていかないといけないとか、うん、いろいろこう、うん、こういうねアート心をくすぐられる、なるほどなるほど、うん、ストーリーライン、うん、で、うん、なんか無性に泣けるんですよ。へえ、うん、多分このやりたいことを、うん、なんか我慢してる人とか、うんうん、なんか将来これがやりたいんだけれども、うん、でもお金がとか思ってる人は見ると勇気づけられます。へえ、うんうん。なんかこう、あ、そうだねっていう、うん、やってもいいんだっていう、うん、この彼の感情とともに動くんで、うん、なんかすごく、うん、私はいいなって思いましたね。うん、もう終わってるのね。まだ終わってないです。始まったばっかりですね。始まったばっかり、はい。まだ3話とかくらいしか出てないんで。へえ。うん、なんだっけ、もう一回タイトル言って。ブルーピリオドっていう。ブルーピリオド。ピリオド、はい、っていう、まあ、アートを今までなかったんですよ、あんまり。確かにね、アートをテーマにしたアニメなんて。ね、うん、アニメなんて、まあまあまあ知らないわね、私は。うんうんうん、だから私にとっても新鮮で。そうだね。スポーツあるじゃないですか。音楽。音楽、うんうん。確かにアートってあんまなかったね、うん。アートでのし上がっていくっていうのはないなと思って。うんうん、おすすめでした、うん。はい、それがネットフリックスオンリーですね。ネットフリックスオンリー、はい、なるほど、はい、ありがとうございました。なるほど、ありがとうございました。おい、はい、次しろさん、私はですね、うん、どっちにしようかな、恋愛系の映画で、はい、映画というかこれ映画、あ、でもね、シリーズじゃないです。一発一発で終わってるやつだから、はいはい、まあなんだろう、ネットフリックス、なんだろう、ネットフリックス多分オンリーでの、はい、まあ、映画になるのかな、うん、別に映画の劇場公開したわけじゃないけど、はいはい、で、あの最初これ去年かな言ったの、うん、あの可愛い恋愛映画を見たって言ったじゃないですか、はいはい、ショーンが見てって言って、うん、私に言ってきて、うん、ショーンが見てショーンも好きだったっていう、うん、で、あの To All the Boys I Loved Before っていう、うん、あの韓国系のアジア系の女の子、うん、でも、まあ、コリアンアメリカンみたいな、はいはい、アメリカンコリアンみたいなバックグラウンドの子の高校生の話が最初なんですよね、はいはい、でその、あの彼女がその彼女の多分妹が、うん、あの今まで彼女が書いたラブレターを、うん、全部送っちゃうんですよ。あ、はい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 、妹が見たかもしれない私も、うん、一気に、うん、それでそこからストーリーが始まるんだけど、うん、でその一番最初はその高校ですごく好きだった彼とどういうふうにこう恋に落ちるかみたいな感じなんだけど、はいはい、うん、でもあのそれがすっごい可愛らしいストーリーで、うん、前も言ったかもしれないけど、うん、結構これアメリカのラブストーリーってまず寝る、はいはい、うん、まずキスして寝る、確かに確かに、そっからドラマが始まるじゃん。そうです、そうです。え、私彼女じゃなかったの、あなたの、そう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 、他にいたの人がうん、でそっからなんか取り合いとかさ、はいはいはい、もうビバリーヒルズ、ビバリーヒルズ、ビバリーヒルズ、うん、でもそれが結構王道な中、はい、この、 あの To All the Boy I Love Before っていうのはすごいなんかこう、うん、私がこう育ってきたよく恋愛漫画にある、はいはい、その両思いになるまでのカテゴ、あのプロセスを踏んで出る、はいはい、あの話だったから、うん、すごいリレーダボーだったの、面白かったのね、うん、でドキドキもするし、うん、悲しかったりもするし、うん、で最後はこう両思いになって終わるみたいな、うん、はいはい、であのそれがすごく良かったと思ったら、あの前編、あの後編があって、うん、2個目と3個目、うん、はいはい、で3個目は私はまだ見てないんだけど、うん、でも2個目は、うん、あの To all the boys、うん、P.S. I still love you っていうのが、はいはいはい、これが2個目、2個目で3個目は、うん、多分ね結婚するんだと思うんだよね、うん、なんかラブフォーエバーみたいな感じだから、はい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 、でなぜ3個目は見る気がしなかったかっていうと、うん、なんかもうあの場がね、その何映画を撮ってる場が、うん、韓国に行くんだよね、
でなんとなくだけど、うん、なんかこうストーリーラインが見えてきて、はいはい、多分なんかカルチャーショックかなんかで、うん、なんかちょっと喧嘩なんかして、はい、でも結婚するのかなみたいな、はい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 、なんかちょっとそこは見る気がなかったんだけど、はい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 、2個目は、うん、その彼彼女が大学に行ってるシチュエーションなの、うんうん、大学に行くとやっぱまた世界も違ってくるじゃん、はいはい、でその時にその主人公の彼女が、うん、昔一番好きだった子と、うん、リユナイトするんだよね、はいはいはい、うん、それでなんかちょっと心が揺さぶられてしまう、うん、でそのこ相手の高校の時に両思いになった彼も、うん、多分前の彼女かなんかが入ってくるわけよストーリー、はいはい、うん、要はお互いがなんかこう一回両思いになったけど、うん、ナンバーワンで、うん、でナンバーツーではこう前のクラッシュが入ってきて、うん、ちょっと揺さぶられるみたいな感じ、でもそれもなんかあやっぱり私はこの人が好きなんだよねっていう思考回路が、うん、とってもまたリレータブルで、うん、あ確かにこうなるよね、うん、この思考回路なったなったみたいな、あんまり経験ないけどねおばちゃんもね、うん、なったなったこれあるあるっていう、うん、なんか天秤にかけてね、うん、そうそう、なんかちょっと分かんなくなる時あるじゃん、こうやっぱマンネリする時あるし、はいはいはい、でマンネリとかしてくるとやっぱ、うん、隣の芝が青く見えるっていうか、あ見ます見ます、こっちの人の方がもしかしたら自分に合うのかなとか思っちゃうし、うん、でもなんかその初心に帰るみたいなプロセスがなんか、はいはいはい、うん、おおあったあったこういうのあったあったみたいなすごいなんかまたときめきをいただいてこれはなんか第3話だけは、うん、なぜ見ないのかちょっと私もわからないんだけど、うん、なんかもう第2話でもういいかな、結構完結しちゃった感じで私の中では、はいはいはい、もう結婚は結婚でよろしいみたいな、あ確かに確かに、うん、それに希望も夢もないみたいな結婚に希望も夢もないみたいなね、確かにそうかもしれない、そうなんかね、でもそこから恋愛が始まってもちょっとなんかこう腑に落ちたいですからね、結婚した後にまだなんか恋愛があっても、うん、そうなんだよね、うん、なんか許されることでは特にないから、そうなんか前の映画のアメリカンパイって見たことある、うん、あなんかはい一瞬ちょっと、うん、あの下ネタがバリバリ入ってるコメディなんだけど、ね、うん、アメリカンパイも1、2が同じ、うん、1が高校のシチュエーション、はいはい、高校のプロムのシチュエーションで、うん、2がカレッジ、うん、で3が結婚なんだよね、で3がつまんなかったの、はいはいはい、唯一、うん、でそれもあるかもしれない、あだからもうなぜこう高校大学結婚ってなったから、うん、はい、なんか別に見なくていいやん、2ですごくよく終わってるから、はいはいはい、うん、だから見てない、うん、はい、ぜひ皆さん見たので教えてください、よかったよとか、はいはいはい、うん、あ3をね3を見たら、うん、あそうですか、ありがとうございました、はい、私はあの本当にこのシリーズのためだけにフールを買ったんですけど、うんうん、フールなんです次は、うん、まあ、あのマスターシェフ、うん、もう本当にこれはドキュメントだよね、ドキュメンタリーです、うん、ドキュメンタリーというか、まあ、リアリティ TV ショーなんですけど、うん、ただゴールデン・レムジーっていう人と、うん、最高ね彼、本当に本当に彼の、うん、彼も私すごいファンなんですけど、私も大好き、うん、あの、うん、辛口なイングランドの人、もうもの辛口どころじゃないもうあれもあれ犯罪だよねあれね、うん、でもあのミシュランスター三つ星 の、うん、あのまあ、シェフ、ものすごいレジェンドシェフだよね、レジェンドシェフで人がすごいいいんだよね、そうですよ、めっちゃ辛口なんだけど、うん、あのねすっごいハートが熱いのよ、そうですそうですそうです、絶対諦めないのよ、絶対諦めない、めっちゃいい、うん、でもやっぱりこうフォローも入れるっていう、うん、その、うん、あ目と無知、そうあれが最高ね、もう頑張んないやつはゲットファッカー、うん、そう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 、本当に本当にそうそう、うん、でなんかこの女の子にすごい有名らしいんで、うん、女の子のシェフに、うん、あのブレッド、うん、た食パンをこうやって耳にバーンやって両方に食パンをやって、うんうん、Who are you? みたいなこと言ったらI'm a sandwich! とかいうシーンがすごい有名なんですけど、大好き、うん、あなんか I'm a stupid sandwich がよくわからないですけど、うんうんうん、そういうのを言うシーンだったりとか、すごい辛口な彼がやってる TV ショー、うんうんうん、で、ホームクックが集まって、うんうん、十何人とかで集まって、うんうんうん、まあ、カンパティションなんですよね、そう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 、で一番あのトップに立つ人、うん、一番優勝者には、うん、まあ、あのレストランがもらえるんだよね、違う、あ違います、あごめん、それはヘルズキッチンだ、ヘルズキッチンです、はい、で一番マスターシェフはお金がもらえるのか、お金がもらえます、2500万、そうだよね、あとなんか本かなんか出さない、本も出す、パブリッシュしない、なんかレシピ本とか出さない、そうですね、その人が選べば、そう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 、はい、出すこともできるし、でも一応2500万もらえて、うん、でもすごいですね、アメリカの規模、うんうん、アメリカの TV ショーの規模って2500万、うん、日本ってなんかようやって100万とか、まあ、やっと
ね、500万とかいくかぐらいじゃない、はいはいはい、うん、もうどんどんなんかテレビ業界もどんどんなんか衰退化し始めて、うん、お金がない時代に、まあ、2500万、うん、あの優勝者にもらえて、うん、で、スポンサーの、うん、あのバイキングのついてね、はい、っていうところの、うん、まあ、いろんなアプライアンスを、うん、まあ、5000ドルぐらいもらえるみたいな、うん、すごいすごいんですよ、うん、でそれで買っていくんですけど、うん、それがなんかこう料理も学べるし、うん、なんかこう人生があるね、はい、その人たちあそこに、ね、うん、駆け引きもあるしね、駆け引きもあるし、でグループチャレンジだと本当性格出るんですよ、ね、うん、もう笑えるよね、はい、あのグループチャレンジ、グループチャレンジもうめっちゃ面白いもん、うんうん、だからもうシーズンごとにいろんなグループチャレンジがあって、今回この一番最新のシーズンはなかったんですよ、うん、あのコロナのせいで、うん、だから大きいグループチャレンジとかなくて、うん、まあ、ちっちゃいのしかなかったんですけど、うん、でも今までのは本当にそういうもう大丈夫かって思うようなグループチャレンジをやったりとか、うん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 、それがね、なんかこう料理学べて、うん、その一人一人に感情移入して、そう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 、でも私が好きな人って全員受かんないんですよ、あー、わかる、わかります、私が応援してる人っていつも落ちちゃうんですよ、あ、うん、なんかちょっと弱いところがある人応援しちゃうんじゃないの、そうなのかもしれないです、うんうんうん、なんか感情移入する人は落ちちゃうんですけど、うん、それが私は好きで、うん、マスターシェフはもう全部見ました、うん、私も見た、全部見たかな、わかんないけど全部ではないな、うん、でもほぼほぼ見てる、うちの、うん、あのアンディも大好きだから、あ、本当ですか、うん、ゴールデンラムジー面白いですもんね、ゴールデンラムジーが超ファンだから、うん、アンディも私も、もうあの人めっちゃ会いたいと思って、うん、あの人のシリーズ面白いですからね、ヒルズキッチン、全部面白い、うん、ヘルズキッチンからなんだっけ、なんだっけ、バーレスキューじゃなくて、レストランナイトメア、レストランナイトメア、うん、もうあれも最高ねあれもうほんといっつも Are you fucking nuts って言ってるもんね、そうそうそう、うん、Shut it down とか言って、このレストランもうすぐ閉めてみたいな、うん、あんなの一日に治らない、治らないですけど、うん、なんか見てて面白いですよね、でも一生懸命直すんだよね、うんうんうん、でも多分インスパイアされるんだろうね、そうですね、確かに、うん、すごく、うん、なんかこのレストラン業とかでもさ、やっぱずっと毎日毎日さ、こうクックしてるとさ、やっぱこのパッションをさ忘れちゃうんだと思うんだよね、うん、だからこうレストランの経営がうまくなっていかないのは、うん、お前がパッションがないからだみたいな、うん、そんな風にこうほら真実をさ、はい、ガチンって言われるとさ、確かに確かに、すごい最初はやっぱこうなんていうの、うん、すごいディナイアルになるじゃん、うん、No I'm not とか言うじゃん、うん、I'm a freaking cook とか言うけど、うん、でも味がさ美味しくないわけじゃん、うん、でラムジーが作るじゃん、うん、でそれ食べるじゃん、うん、もう無言なんだよね、うまいんだよめっちゃうまいんだよ、うん、それで火がつくわけよ、はいはいはい、でその次の日にはもうほとんどの人がやっぱもう元々パッションはあったから、うん、でラムジーのパッションで火がついてめっちゃやっぱちゃできるようになるんだよね、うん、それがもうキモ、ある意味あれスポコンね、スポコンですね、完全に、うん、ある意味あれスポコン、うん、でもちなみにこのゴーデン・ラムジーがなんかこう、あ、いろんなシェフ呼ぶんですけど、そのマスターシェフをね、そう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 、それに対する敬意のあの表し方、ね、表し方も最高です、うん、あのマスターシェフに出てくるさ、うん、デブな人いるじゃん、はい、どっち、あの試食する、要はあのジャッジの中でもう一人すげえダイエットして細くなったんだけど、はいはい、一人すげえデブな人いるじゃん、メキシカンじゃないと思う、メガネかけた、ああれ変わったんですよ、変わった、はい、最近シーズンになって、今メキシカンの方になってるんですけど、でもあの人の時見た、あ、見ました見ました、私あの人が超好きで、あ、そうなんですか、うん、唯一ソフトじゃん、唯一ソフト、言い方が、うん、で反対にちょっとイタリアン系のハゲの人、あ、そう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 、笑われたかな、あの人はクール、あのね、ちょっとなんつうの、あのシェフラムジーがちょっと、うん、あのデバ包丁だとしたら、はいはい、なんか重くてがっつり切るけど、うん、ちょっとなんか愛情あるみたいな、はいはいはい、あのイタリア系のあのシェフの人は、うん、なんかすっごい長い槍みたいな感じフォーキングする、ね、シュッてこうスタッて入るみたいな、怖っこの人のレビューみたいな、うん、この人めちゃくちゃあの人厳しいですからね、厳しい、うん、たまにもう無言だもん、うん、食べて、うん、もう何その無言、うん、どっちみたいな、うん、超面白いあれ、名前覚え出さないな、でも好きなんですよね私あの人も、うん、好き、でも結構みんな基本的にはパッションのさ、あの職人だから、うん、愛情があるよねみんなね、はい、みんなありますね、うん、それはよく感じる、うん、それがすごく好きで、あの、うん、唯一料理番組とかはあれは見てますね、うん、大好きですね、うん、面白い、はい、シェフラムズイの、はい、2 minutes yes って言うんだよ ね、そうそう2 minutes yes、絶対大2じゃないの、そう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 、なんならもう20分ぐらい、うん、ああ、なんて言うんだったかな、 First thing clear って言う、 First thing clear とか、うん、This is absolutely beautiful とか、だからそんな言い方するんですよね、必ず、うん、すごい面白い、うん、英語とかちょっとなんか、うん、毎回同じの使ったりするから、そう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 、覚えますもんね、覚える、 Put it together, yeah? もうすっごい見てるから超覚える、そうそうそう、それもね
なんかあの魅力の一つですね、うんうん、見てください、すすめっちゃ面白いです、はいはい、とじゃあ次は、はい、どっちにしようかな。もうなんかやっぱハロウィンだからサスペンス系にしようかな、はい、これね今そのドキュメントとしてもあるし、うん、実際にその話がドラマにもなってる、はいはい、でドクターデスって言うんだけど、うん、ちょっとだけ触れたと思うんだけどつぶやきでちょっと前に、はいはい、うん、テキサスじゃない、有名な、うん、要は なんつうんだあれ、なんて言えばいいんだあの日本語の直訳、そのドクターの種類、外科医、いや違うのよ、あの神経内科、神経外科医、はい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 、はい、聞いたことありますっていうのかな、うん、ニュートロなんとか磁鍼って言うんだけど、うん、要はなんかこう背骨の、はいはい、あの周囲、背骨の、うん、あの何治療とか、はいはい、脊髄に関わることとか、うん、のことを治療する人なのよね、うん、あと脳みそもやるのかな、うん、そう要は全部神経なの、要は、はいはいはい、ここのところの首の後ろにある神経とか、うん、脊髄とか、うん、でなんかこういろんなドクターがいるじゃん、はい、内科医とか眼科医とか、うん、ね、いろんなあるけど、そのカテゴリーの先生ってものすごいハイエンドみたいで、うん、はいはい、もうめっちゃ高級取りらしいのね、うんうん、でその先生を病院で持つことができると、はい、要はハイエンドな客が来るわけよ、病院にとっては、はいはい、客っていうとちょっと語弊があるけど、確かに確かに、要はほら難しい治療が必要な人たち、そうそう、脊髄の治療が必要とか、うん、ちょっと脳の神経に絡んでるところとかっていうと、要は手術代も高い、はい、確かに、で先生の専門家医のものも高い、だから要は病院にとっては、うるおう、ものすごいお金もらえるお客さんなわけよね、はい、だからその先生がいること自体が、うん、病院にとってはものすごいこうマニーメーカーなわけよ、はいはいはい、だから希少価値があるんだけど、うん、でドクターデス あの主役になってるその先生は、はい、要は全く空っぽなわけ、うん、なぜか分かんないけど、でもメディカルスクールにも行ってるし、はい、メディカルディグリーも持ってるし、うん、その要はこのオンジャブトレーニングとかもしてるようになってるんだけど、うん、でも蓋を開けたら全くもって手術ができない人だったのね、うん、その人、うん、はいはい、だからどういう風にそのポジションまで這い上がったのか、うん、ちょっとそこまで調べないから分かんないよ、はいはい、でもそのポジションまで行っちゃったわけよ、はいはい、その人はアクシデントで、うん、多分なんかラッキーだろうね、きっと運かなんかで、うん、本当は行っちゃいけないのに、はいはい、でその人が実際にオペレーションをすると、うん、何人もの人が、うん、もう下半身麻痺とか、うん、3人死んでるのかなような人なわけ、うん、で一緒にオペレーションに入ったナースとか、うん、あの助手で入った他のドクターとかが、うん、みんな、うん、もうびっくりするわけよ、はいはい、その手術の荒さに、うん、であのメディカルコミュニティみたいなところに言うわけ、うん、この先生はハイヤーしちゃいけない、うん、あの彼にメスを持たしちゃいけないって、うん、いろんな人が言うんだよ、うん、でもそのメディカルなんとかコミュニティとかなんとかオーガニゼーションは、うん、こうリサーチをするって言いながら、うん、結局何にもしてくんないの、はいはい、何にもしないの、要は警察と一緒で、警察っていうかなんだろう、そういうさ役所ってさ、はいはい、遅いじゃん、はいはい、やることが、はいはい、だからよく言うほらあのストーカーに会ってますって一生懸命警察に言ってるのに、うん、調べますね調べますねって言ってる間にストーカーに殺されちゃうとか、うん、そんな感じよね、うん、だからもう一生懸命言ってるんだけど、うん、1年半か2年間の間かな、うん、処方するんだよね、で病院を次々と変わるの、やっぱその病院でクリティカルな問題があると、うん、その病院を離れるわけよね、はいはいはい、訴えられたかなんかして、うん、でもその訴えられたケースがちゃんと裁判として、うん、こうこの人は悪かったっていう風にこう裁判でちゃんと決断がつくまで、うん、メディカルってものすごい時間かかるみたいで、そんなペンディングの間なもんだから、ケースはあるけどペンディングなもんだから、はいはい、彼には、うん、なんつうのかな、このバックグラウンドチェックしても出てこないわけよ、うんうんうん、だからそんだけハイエンドのドクターだからいろんな病院が欲しがるわけよね、うん、え来てくれるんですかうちに、うん、みたいな感じで取るわけ、うん、だから3つ4つ病院変わるんだけど、はいはい、行くとこ行くとこものすごい
犯してはいけない問題を犯したら人の命じゃん。確かに確かに。で普通のルーティンワークでやる手術がものすごいトラジェジーになったりとかして死んじゃうしね、だからさそれ見てると、なんかこう家族としてはさ確かに治ると思って、ね、あの麻酔をかけられて、じゃあ手術の後に会おうねって言った人がすごいボロボロで帰ってきたりとか、なんなら帰ってこないわけじゃん、もうほんとひどくて。これドキュメンタリー？ドキュメンタリーもある本当の話、実際のその人出てくるし、その人の結婚相手とかその人 の、 話、あの写真も出てくるし、その人に治療された家族も出てくるし、であのそのどういうふうに彼があのクリミナルまでちゃんと制裁されるまでになるかでも出てくるの、本当にねあまりにもトゥルーストーリーすぎて、怖いっすね、ある意味怖い、でもその彼の手術の仕方とかが、その本当 の、 あの実際にそのことをやることができる人が、あのディスクライブするんだけど、もうありえないよ、もうなんかそのやった後の写真とか見ると、どこに切っちゃったのみたいなのがあの素人でも分かる、でなんか入れちゃいけないものなんか、なんか Q チップのなんか綿みたいなのが入っちゃってて、体の中に、でそのまんま層をアップしちゃったから、それがこう体にあっちゃいけないものじゃん、だから中で産んじゃってとか、怖いですね、ある意味怖くて、なんか初めてメディカルクライムが、あの如実にこう裁判にかけられて、で多分第一級犯罪になった、メディカル裁判ってすごい難しいみたいで、本当にこう殺人者っていう風にレッテル貼るまでは、それをドキュメントにした初めてのドキュメントで、ミスターデス、ドクターです、ドクターです、ミスターです、ミスターですそうとも言う確かにドクターですっていう、ドクターです、へー、これね、あの勉強になります、へー、いろんな意味で、アメリカが舞台ですもんね、アメリカです、アメリカです、で、あのその人に対してすごいこう諦めないで、この人が医療を続けちゃいけないって言い続けた、同じ、その神経外科医の人たちにもうあっぱれと思う、へ、もう一生懸命声上げてるんだよね、もうあのオペレーションさせるなっていう風に、でも全然あのそのこの公共 の、 そのメディカルライセンスを取り上げなきゃいけない、そのオーソリティがあるところが超遅くて、はいはい、なんか命を扱ってる人を裁けるその団体がなんでこんなリスポンス遅いのって思うぐらい、でもアメリカですから、アメリカはマニートークなのよ、マニートークなのよ、金が生まれないことしないですからね、そう、だからもうびっくりよあれ、本当ぜひ見ていただきたい、ぜひメディカル、ネットフリックスになるんですよ、これネットフリックスだったかな、はいはい、なんかあったよね、昔アニメでメディカル の、 あのすっごいあのやり手 の、 あのドクター K、 あれ違う、なんか闇ドクターなのよ。わかりますわかります。でもすっげーすごい腕なのよ。この髪の毛がこういうやつ。こういうやつ、こういうやつ。ドクター K じゃなかった？違いますよね。違う？なんだったっけ？なんかああいうの好きな人ね、見たらいいと思う。確かに確かに。ありがとう。あの人ね。なんか病院に行けないような人を治すんだよね。そう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 。昔のアニメですよね。そうそうそう。ちょっと僕との件を思い浮かせる、ちょっとルックスなの。はい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 。わかりますわかります。出てこないな、やばい。出てこないな。はい。ありがとうございました、ぜひ見てみます、次なるみちゃん、はい、じゃあ次いきます、私はポッドキャストのレコメンデーションなんですけど、あの Beautiful Anonymous っていう、Beautiful Anonymous っていう、あの美しいあのその他全員、その他っていう多分タイトル、日本語ではないので、英語なんですけど申し訳ないですが、そこのそのポッドキャスト自体は、あのホストがコメディアン で、でこのコメディアンが本当にあの電話がかかってくる、本当彼が知らない人から電話がかかってるんですよ、でその人にインタビューしながら1時間喋り続けるっていうあのポッドキャストなんですよね、だから本当にいろんなところから電話がかかってきて、でそれでこの電話かけてくる人は何かしてる途中だったりとか、から彼らのこう出てくれる人たちのコンビニエンスに沿って電話かかってくるのか分かんないですけど、常に何かしてる途中だったりするんですよ、例えばなんかこう自分の
ワイフの両親に会いに行く道中とか、うん、そんな感じで、なんか本当になんか今電話かけてくるんだっていう時、うん、でその中でも私が一番好きなエピソードがあって、うん、それが Love is Everywhere っていう、うん、本当に初期のストーリー、うん、なんでそれを聞こうと思ったか覚えてないですけど、うん、まず女の人から電話がかかってくるんですよね、うん、で電話がかかってきてで話をしてたら今何してるのっていう、うん、この What are you doing right now? みたいな感じのホストが聞くと、うん、あ今自分の娘が、うん末期がんで、で自分の娘がこの、うん、今後治療を進めていくか否かを決めるミーティングの前の電話なんですよ、うん、なんて電話だそれ本当に。だからもうだって、うん、もしそのミーティングに行ってもう無理ですと、うん、って言われたら、うん、もう延命治療をやめないといけないんですよ、うんうんうん、自分の娘それが11歳とかなんですよね、うん、でその時に電話かかってくるんですよ、うんうん、でそのもうエピソード全部もう号泣、うん、やばいね私見れないわ、もう本当に見れないよ聞けないかもしれない、うん、で号泣するんですけど、うん、でその彼女と話しながらでこう娘頑張っててみたいな、うん、でブレイスをつけることを望んでるんだけど、うん、もうそこまで生きられないっていうのも分かってんですよね、うん、家族全員が、うん、で彼女自体も分かってて、だけど強制ってこと、強制そうです、うん、歯の矯正をしたかったんだ、そんな小さな夢も私は彼女のために叶えてあげられないみたいな、うん、で5人兄弟なんですよ、うん、で5人兄弟の下から2番目の女の子で病気を持っててみたいな、うんうん、でそれがまず第1エピソードで終わるんですけど、うんうん、その続きがあるんですよ。ほう、でそれはなんかフォローアップっていう、ビューティフォーアナノマスフォローアップっていうストーリー で、うん、で最初のエピソード、それ今ラブイズエブリは1は、うん、彼女がそのミーティングに行くまでのストーリーで、そしたらそのあと1年後だから、うん、じゃどうなったかが、うん、この2話に出てくるんですよ。ほうほうほう、フォローアップに出てくるんですけど、うん、でその内容は何かっていうとやっぱり亡くなっちゃうんですよ、この彼女が、うん、で、うん、延命治療をやめる、うん、まあ、もうこれ以上やっても彼女が苦しむだけだって、うん、で母親と父親的には葛藤するんですよね、うん、自分のエゴで生かしてんの か、うん、だからもう本当に週2週間に1回もいろんなところに針刺されるんですよ、うん、子供はね、うん、でそれ苦しいんだけれども頑張ってるんですよね、うん、でそれはそれをさせてるっていうこの親の立ち位置、うん、でそれは自分の娘が本当に生きたいのか、うん、自分のエゴで娘を生かしたいから毎回痛い思いをさせて生かしてるのか分かんないんですよ、うんうんうん、でそれで娘に聞いて、うん、今回こういう結果でどうしたい、うん、諦めたい、やめたいっていうので、うん、娘がもういいっていう選択肢を取ったからも彼らもやめるんですけど、うんうんうん、でそれで1年後亡くなりましたっていう彼女に電話してる時に毎回1話を聞くらしいんですよね、うんうん、でそれであ自分のなんていうかこの決断したことは間違ってなかったっていうのを リマインドしながら自分の娘が延命治療をやらないっていうことを、うん、承認していくんですけど、うんうん、でもそのエピソードがまたまたすごく泣けて、うん、やばい、うん、でも本当詳しく説明するんですよ彼女が、うんうん、どうこういう時にこうなってみたいな、うん、娘はこういう風に体力を失っていってみたいな、うんうんうん、でなんか少しなんか温度差があるんだなってこうそういうストーリーってうまく細かく聞くことってないじゃないですか、うん、このリアルな家族構成と家族の温度差っていうのも出て分かるんですね、うん、聞きながら、うん、例えばお母さんは娘と本当にアタッチメントなんですよ、うん、自分の産んだ子供だからもう手放せなくて、うん、でずっとしがみついてで亡くなった後もずっとしがみついてるって感じなんですけど、うん、当たり前じゃないですか母親だから、うん、なんだけれどもこの娘が死ぬ間際って本当にもう亡くなる前に、うん、もしかしたらあと 1時間も2時間もないだろうって時があって、うん、それでみんなを集結させるんですよ5人兄弟だから、うん、でみんなに集まってって言うんですけど、うん、1人兄弟の1人が、うん、ちょっと友達と遊びに行くから、うん、行けないって言うんですよ、なんか行きたくなかったのかな、だから分かんないんですよ、だからそれなぜ彼が行けないって言ったのか分かんないですけど、うん、でもやっぱりこう延命治療をずっと何年間も続けていくと それが当たり前になっていくっていうか、それをじゃあちょっと友達と遊びに行くからっていうことも、うん、この彼女が
闘病生活をする中であり得るわけじゃないですか。だから彼らにも彼らの人生があって、うん、そう彼らの人生を生きていて、そうなのそうなの。でもお母さんだけが生きれてないんですよ、うん、そうじゃないですか、自分の子供だから、うん、そうなの、止まっちゃうのよね、止まっちゃう。でも彼らは彼らの、だからもうお母さんだけがどんどん取り残されていくんですよ、うんうん、進んでないっていうか時間がね、うん、でも子供たちは子供たちの人間関係があって、うん、それに向けて進んでいくから、うん、人生があるのをなんかめちゃくちゃこのポッドキャストを聞きながら理解するというか、うん、結局そのそこでみんなで集まって亡くなっちゃうんですけど、うん、本当に涙なしでは聞けないですけど、うん、深い。でも聞いた後は必ず、うん、あ、もう生きてるだけで幸せなんだなって思います、うん、本当にもちろんそうですよ、うん、だからか、うん、彼らが自分の意思で何か子供親を持ってる人だとしたら、うん、彼らこの子供たちが自分の意思で何かをやりたいって思っている、うん、その意思が叶えられるライフスパンがあるってことだけでもう幸せなことで、うんうん、そう本当そう思う、うん、だから それをまた再認識できる、うん、なんかすごい、うん、あの素晴らしいエピソードですね。優しい、うん、本当にでも残酷なストーリーですね、うんうんうん、なんか少し重なるよね、うん、私も自分の経験上、うん、うち あの兄が闘病生活してる時に、はいはい、私その時まだ高1だったんですよね、はい、中3から高1にかけて、うん、まあ、どっちかというと私の中で結構センシティブな時、はいはい、で高校受験があったし、うん、であの第一志望の高校はやめて、はい、でまあ、ストレスもあったんだけど、うん、あのうちの母親もずっとあの日赤っていう病院にあのかかってたから、はい、毎日行ってて、うん、でまあ、うちの兄が末期肺がんで、うん、でもう亡くなるっていう時に、はいはい、ラストどれぐらいだから半年ぐらいだったかな、うん、ほとんどうちの母親が家にいなかったのが、うん、でうちのおばあちゃんと私がいたんだけど、はいはい、おばあちゃんも足が悪くて、うん、あのどっちかというとこう介護が必要な方だったのね、うん、でもまあおばあちゃんも一生懸命私のために何とかしてることをするんだけど、はい、まあ、できないもんだから、うん、あの周りの人がこう交代で来てくれてて、はいはい、あのいとこのおばちゃんとか、うん、お姉ちゃんとか、うん、あとうちの母親 の, あのお友達とかね、うん、でご飯とかは別に、うん、そうご飯とかが耐えることはなかったんだけど、はいはい、でも私も高校受験で、うん、大変だったんだよね、はい、私自身も、うん、であのすごいなんかそのね半分半分の気持ちは、うん、なんかその お友達のとこに遊びに行くから行けないって言った気持ち、うん、その あの兄弟がね、うん、だから全部は分からないけど、うん、正直私もあったよね、うん、だから、うん、兄がもうほぼほぼ亡くなるだろうっていうのはもう聞いてて、はい、で会いに行ったことはあったんだけど、うん、あの悲しくてその会うのが、はいはい、でその帰る時にもう次会えないかもしれないって思うのが辛くて、はい、で帰ってくんじゃん家に、うん、でも勉強しなきゃいけないじゃん、はい、高校受験の、うん、だからあの会いに行っちゃうと、うん、もうその悲しい気持ちでいっぱいになっちゃって勉強できない、してて、うん、でも勉強しないと志望校に行けない、はい、そのストレスで第一希望はやめたんだけど、うん、で第二希望のところである程度受かるであろうところに行くってことでストレスが減ったんだけど、うん、でも母親に対して、うん、なんかなんで私のことを、うん、あの構ってくれないのとは一回も思わなかった、一つも思わなかった、うん、私だって辛いのにとか、うん、そういうのは思わなかった、うん、なんでか分かんないけど思わなかったの、うん、別に多分周りにいろんな人がいたし、うん、から分かんないけどね、それはなかったんだけど、うん、そのもし 私も、はいはい、あの亡くなったよって、うん、あのうちのいとこのおじちゃんが来て、はい、朝の4時ぐらいに、うん、で起こされて私とおばあちゃんが、うん、であの亡くなっちゃったからねって、うん、これから病院に行こうねって言った時に、うん、行きたくなかったの、うんうん、なんかもう亡くなったなら亡くなったで、うん、もうなんかこう見たくなかった、そこ、そうですね、そこに行きたくなかったし、うん、現実ですかね、怖かったし、うん、でうちのお兄ちゃんの顔を見るのも嫌だったし、うん、で母親が泣いてるところも見るの嫌だったの、すごい、そうですよね、だから、うん、行かなきゃダメって言ったのは覚えてる、うん、そしたらおじちゃんが、うん、まあわかるけど、うん、あの行かなかったら後悔するかもしれないから、うん、もし行って
あの嫌だったら、うん、あのロビーにいればいいって言われて、うん、で行ったんだよね、うん、だからなんかその友達と約束があるっていうのはちょっと現実逃避をしたかったんじゃないのかなってのもなんか思ったけど ね、すごくね。もしかしたらそうなのかもしれないですよね。だからなんかこう、うん、そのなんかこう人間模様というか、うん、やっぱり柴田さんが言ったみたいに家族のねその立場によって違うよね、はい、考えはね、うん、お父さんも違うだろうし、うん、お母さんも違うだろうし、うん、兄弟みんな違うだろうし、はいね、やっぱりこうその一人一人の人生の中のなんか模様っていうのがなんかこうすごくあの、うん、あるよね、うん、だから複雑だなと思いました ね。簡単にこうこうですあです言えないね、うん、やっぱそれはねいろんな家族の模様があるからね、うんはいうん、ただまあ本当に本当に生きていることがベストですよ、うん、本当にもうこうなるとあのサンデーチャーチに行きますけれども本当に本当に、はいうん、でもそれをなんか再認識させてくれるというか、うん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 、あそうだな健康であればいいかなそうなのそうなのやっぱり、うん、いろいろね文句ばっか出ちゃうんだけどね毎日過ごしてるとね、はい、うんでも結局ね亡くなってしまったらもうご飯も食べれないしそうなんです、ね、会う人にも会えないしあそうなんです、ね、だからもう本当ね人生あの命がある時に楽しむのが一番ですよね、うん、と思いますね本当に、ね、本当にその通りだなと思いました、うん、なので、うん、あのもし自分ちょっと聞いてみようかなちょっと不幸だなって思ってるとおかしいですけど、うん、慣れないちょっと希望を失ってしまってる人はい、まあ、もう一回聞いてみると、うん、ちょっと英語だけどねあそうです英語すいません、ね、英語でしか聞けないんですけど本当にあ生きてるっていうこと自体がもう、うん、確かにね素晴らしいんだなと思わせてくれる素晴らしいエピソードでしたので本当ですね、はい、うんすいません長くなっちゃいましたね、はい、1時間過ぎてしまいましたので、はいはい、今日ここで終わりたいと思います、はいはい、シノさんのライフについて知りたい方は、うん、そのフィリップスでインスタグラム調べてみてください、はい、でドコアメの YouTube、はいには出ましたねいいんじゃないでしょうか、はい、どうでしょうか文字起こし第3話出たんですよ、うんうん、皆さんなんかぜひ感想をいただきたい本当ですね、うんうん、第3話が出てそれはもう切ったらいい私まだ3話見てないのよ今日ノーティスが来たんだけど、はいはい、忙しくてまだもうこれから見ます私、はい、お願いしますどうだった3話もうめちゃくちゃ受けるんですけどでも兄が一回送ってきた時に確認してって送ってきた時にお願いしたのは、うん、あまりにも毒舌ですので、うん、見るときは注意してくださいって一言入れてくれって言ったちょっとディスクレーマーをね、はい、入れて R してみたいなね R してみたいな感じで、うん、確かに確かにあれは R して必要だわ、はい、その、まあ、オンラインデーティング3話でオンライン出てくるじゃないですか、うん、で本当に切ったらいいよとかもう文句なんかのりしらが多いとかもうかなり文句ちょっとやっぱ自己肯定って言葉が上がってる中ねそう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 あのねフレーズ良くなかったね良くなかった、うんうんうん、だからそれがエピソードなんで、うん、まあ、あくまで毒舌っていうテーマに沿っとってやったからねそうなんです毒舌注意なのででも実際に文字起こしされて画面があって、うんっていうのは面白いんで、うん、本当にぜひ第3話を見ていただきたいなと思います。私もこれからすぐ見ます。お願いします。はいはい、皆さんもぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ドクアメ .com ではオンラインサロンについて情報を見れますので、はい、ぜひチェックアウトしてください。そうですね。はい、やっぱこう声で聞いてるのとね、はい、私たちのこの表情をついてるのとでは、はい、ちょっと違いますんで、ね、2つ、1回聞いて、はい、1回顔つきで聞いて、顔つきで聞いて、どこまで聞かせるんじゃっていうね。本当に言うとね、何回も聞くっていう、ねはい、はい。ぜひぜひお試しください。ぜひお試しください。終わります。Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast. We will see you in our next podcast. Bye! Bye bye!